どうもです。つくもやよ。12月28日、今日の六曜は、とも引き。とも引くから、行事は避ける。ええことするんやったら、友達巻き込んでええんちゃうかな。朝晩は吉、お昼は凶。時間は木の絵。樹木を表す陽の木。樹木の芽がまだ土から顔を出さない状態を表しとるんや。干支は馬。陽の日。成長が止まって実をつけ始める状態を示しとるんや。ほんで、この十巻と干支から読む音陽五行は木生化。木が燃えて火を生むいう流れがええ感じやから創生。物事が順調に進むいう意味や。まあ、これらを踏まえてどう過ごすかはあんたさん次第や。ゆるゆるとええ日になるとええね。ほな、またねー。